はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい。皆さんに、大事なお知らせを、しなくてはなりません。なんと、かしまわり、4月6日から、FM かしまにて、ラジオパーソナリティとして、働かせていただくことになりました。イエーイ！ありがとうございます。はい、というわけで出演をさせていただく番組の紹介をしていきたいと思います。はい、まあ、FM 鹿島さんですね。こちらの 767.7MHz、 こちらの方でラジオを聞くことがまずできます。はい、でもう一つ方法としては番組のホームページですとか、あとはラジオアプリチューンインラジオ、こちらの方を取得していただくと、こちらから FM 鹿島を設定していただくと聞くことができます。はい、で、おはようなるな、月曜日の朝7時半から9時ということで、まあ、もうね、1週間で最も憂鬱だと言われている月曜日の朝ですね、この時間帯を担当させていただくことになりました。番組としましては、まあ皆さんがね、考えているようなフリートークの番組なんじゃないかっていうふうに皆さん思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、まあそれはそれの別として、まあ夜ね、鹿島ラジオという形で、月曜夜22時からいつもやっているものがございますので、そちらとはまた別に、情報番組でございます。全国ニュース、お天気のコーナーですとか、あとは、鹿島市の地域ニュースだったり、まあ、あとはこの六甲地域の地域ニュースであったり、鹿島の動きであったり、っていうものに関してお話をしていく番組でございます。だ基本的にアナウンスですね。フリーアナウンサーって名乗っても過言では、まあ、過言だと思いますんで、ラジオパーソナリティということにさせていただいております。よろしくお願いいたします。で、またこれね、メッセージと、あとリクエスト曲とかですね、こちらを受け付けられるんですね。こちらが、メールが fmk@767fm.com、fmk@767fm.com、ファックスナンバーが 0299-85-0130 ということで、あとは番組ホームページとかですね、こちらの方からも、メッセージとリクエスト曲と送ることができますのでね、ぜひとも皆さん、貸し回り励ますために送っていただけると嬉しいなというふうに思っております。この辺もね、情報に関しましては概要欄に貼らせていただきますので、ぜひともそちらの方をご覧ください。はい、というわけで、ついに公共の電波として貸し回りの声を発信する、喋りを発信するということができるようになりました。頑張りましたね。ちょっとまあ動画とかちょっと出せてなかったんですけど、まあその滑舌の練習だとか、ニュース読みの練習だとかっていうのを、まあ仕事が終わってからやったりとかすることもあったりとか、あとはもうボイトレですよね。まあなんだろうな、腹筋側筋背筋やったりだとか、そういうこととかの準備とかしてたせいもありまして、ちょっと動画の方を滞っておりました。はい。まあ、あとはね、ちょっとね、その、伝え方が難しいニュースっていうのが、こういう感じだとね、こういう感じだと伝え方が難しいニュースっていうのが非常にこう、多いなというふうに思ってました。特にその、練習の時とかに、その、まあ、今現在起こっている、その日のニュースだとかっていうものをこう見て、読んだりとかっていう練習をしてたので、余計にこう伝え方っていうのが、やっぱりこれがその、なんて言うんだろうな、公式的な見解の部分の、その、ニュース原稿を読むっていうことをしていく中で、なんだろうな、その自分でこう取得してきた情報だけで動画でお話をするっていうので、なかなかちょっと抵抗のあるニュースが大きいです。よね、今昨今ね、いろんなものがこう自粛したりだとかっていうことがありましたので、まあそういったものっていうのをまあ伝える、まあお伝えする、お伝えしていくっていうような情報番組、ニュース読みとかっていう情報番組になりますんで、そちらについてはかなり、まあ、自分の中でシビアに頑張っていこうかなというふうに思っております。またあとはその、なんていうんですかね、自分自身こういった発信とかしたりとか、まあ、自分自身でそのやっているラジオがあったりだとかっていうことも、あとはリスントゥーザーフットボールの方に出させていただいたりだとかっていうことも今までしてきましたけど、その中っていうのはそのフリートークであって自分の持っているもので今までずっとその喋ってきたものっていう形でお話をしてきたんですけれども、やっぱね、その喋る
ていうこと自体にも技術ってあるんですよ、言うて。うん。で、それのところを、まあ、正直自分の中でどこかで学びたいな、試したいなっていうところを少しこう心の中にどこかにあったところがございまして、まあ、今回、パーソナリティ応募させていただいて、まあ、合格をさせていただいてということでございます。よくねお世話になっている今治のスタジアム DJ の岸本博樹さんの方にちょっとこうアナウンス読みとか勉強させていただいてからこう試験を受けに行ったりとかしてますんでね、本当に岸本さん本当にありがとうございました。本当にここまで来ることができました、ありがとうございます。まあそんなところでこうなんて言いますか、まあ頑張っていろいろやっておりました裏で、はい。でまあ4月6日ですね、月曜日から毎週月曜日、7時30分から午前9時までの生放送ということで90分枠いただきましてお話をさせていただくということに相になりましたので、ぜひとも皆さんねそちらの方聞いていただくと同時にメッセージリクエスト曲を送っていただければいいかなというふうに思います。特にねリクエスト曲これがねそのやっぱ自分自身で今まで鹿島ラジオやってきて、まあ、やっぱチャット欄とかでコメントいただいてたりとかするから、まあ、そこまでこうなんか変わり映えのするようなメッセージってなかなか送れないよって皆さんそういう方も多分いらっしゃるとは思う。ただまあ朝の番組だったりだとかちょっと携帯が違ったりだとかっていうことできっとそうやって工夫して皆さんきっと送ってくださると思うんですけど、今までこれだよねできなかったのがリクエスト曲、曲を流す音楽を流すっていうことっすよね。まあそもそも鹿島は音楽好きで、かなりいろいろなものを聴いてたりとかして、でまあ公言しているのはワックが好きだと、ワックっていう事務所のねそのもうアーティストが全体的に好きだということを、まあ各々金がねこう公言してきているわけですけれども、ついにこれが実現するということですね。本物のそれこそ本物のラジオ番組で。喋ることができて曲をかけてそれを紹介することができてっていうことができるようになったということでございます。はい、まあ、要するにやるよってことですまあこれをね我々一部のうちわですけど、特にまあゆきおさんだとか、まあ、コラボよくしてるねゆきおさんだとかの中で我々これをね合法ワックというふうにね呼んでね、こっちか合法ワックということでね、呼んでね、まあ、ワックの曲をみんなに紹介して知っていただこうじゃないかというコーナーですね。これを、なんと、勝手にですけど、まあ、オープニングナンバーだとか、そういったところで、まあ、お伝えしていくことができるよというふうになりましたので、これを、お知らせしたいと思います。まあ最初にですから、特に4月6日月曜日の一番最初のナンバー、これだけは本当に自分の好きな、今とても気に入っている曲だとか、今の自分の気分にぴったりなワックの曲をね、かけていきたいなというふうに思っておりますので、果たして何の曲が流れるのか、皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思っておるところでございます。まあそうですね、夢の一つでもあったのでラジオパーソナリティっていうのが、鹿島ラジオを最初から聞いていただいて、すんごいもう本当初期の初期から聞いていただいている方っていうのは、まあ、結構いらっしゃるんですけど、その人たちはおそらく覚えているかと思いますけれども、鹿島は実はラジオパーソナリティになりたかったんだよなんていう話をおそらくどっかのところでしてたと思うんですけど、まあ、夢叶ったっていう感じですよね。うん、だから、まあ、中学校だとか高校生の時とかにすごくその深夜ラジオとかをめちゃめちゃ聞いてて、なんかこうなんて言うんだろう、そういう時ってこう多感な時期で、あんまりこう一人でわーってやってるのってあんまりこう自分の中では寂しさをすごく感じることっていうのが多かったので、なんかそのラジオの声を聞いてこう励まされて、それでまあ成長してきたみたいなところあるんで、結構ラジオっ子だったりするんですよね。うん。なので、なんかその中の人になりたいなっていう希望というか夢とかっていうのは、まあまあそこそこ自分の中にあったんですよ。
なので、まあ、それが今回、まあ、このような形で、まあ、合格することができたので、まあ、自分の力だけではないです。そこのね、FM 鹿島さん紹介していただいた山町さんだったり石津さんだったりっていうところにも本当に感謝を申し上げないといけないところですし、まあ、そういう形で、まあ、今回縁があって FM 鹿島さんの方で、まあ、やらせていただくと、FM 鹿島さんとか言っても所属なんで、まあ、FM 鹿島の方で、パーソナリティを、ラジオパーソナリティをやらせていただくことになったということで、非常に感慨深いですし、まあ、今から15年ぐらい前の自分に、お前将来ラジオパーソナリティになるぞって教えてあげたいですね。まあ多分教えたら努力しなくなると思うんで、それはそれで良くないんだろうけど、うん、ただ自慢したいですね。15年前の自分にね、ラジオパーソナリティになるよ。ただまあ、これからなので、うん、夢が叶ったというのはまた次の新たな夢の始まりでもあるので、まあ、このままね、まずはそのこちらの方のニュースの番組、情報番組をまず自分の中でしっかり確立して頑張って評価していただいて、いろんな方に聞いていただいて、伝えていって、いろんな方からいろんな声をもらって、まあ、励ましもあるでしょうし、まあそのお叱りといいますか、もっとこうした方がいいよっていうこともあるでしょうし、そういった声をいろんな人たちからいただいて成長していって、まあ、いつかね、自分の番組持って、自分の好きなことをやる番組っていうのを、まあ、YouTube という媒体ではなく、こういうね、電波の媒体、まあ、こちらもね、もちろんね、ネットラジオなんで、ネットの番組、ネットとしても、ラジオとしても聞けるんですけど、うん、まあ、そこのところで自分の番組を持って、しっかりお話しして、お伝えするっていうことができるようになっていければ、楽しいなというふうに思いますんで、次はね、自分の番組を持つということで、ぜひとも、皆さん、スポンサー徴収率こちらですね、ぜひとも皆様よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします。まあ、スポンサーについていただいたりだとか、あとはその、まあ、徴収率が高いことだとか、まあ、評価が高いことだとかっていうのがやっぱり、まあ、目に見えるその成果というところになっていきますので、ぜひともね、そちらの方皆さん、もしご協力いただけるようでしたら、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ最後にもう一回おさらいをしておきましょう。はい、鹿島アリが担当する番組は FM 鹿島のおはようなるなでございます。月曜日の朝7時30分から9時までの番組、メール、ファックスで、メッセージを受け付けております。 fmk@767fm.com fmk@767fm.com、ファックスナンバーが0299850130 0299850130ということで、番組ホームページの方からもメッセージ、リクエスト曲送れますので、ぜひともそちらも覗いてみてください。で、聞き方ですけど、もちろんこの 76.7MHz、こちらの方に合わせていただくと、FM 鹿島聞ける範囲のところでは聞けるということですけれども、県外の方とかですね、そういった方々は、県外国外でも構いません。はい。県内国外という方でも、まず番組のホームページに、聞ける番組表、まあ、番組表じゃない、番組のホームページ、その聞けるページがあるんで、そのページからも聞けますし、また、チューンインラジオなど、この FM 鹿島が聞けるチューンインラジオ、まあ、鹿島はいつもチューンインラジオって聞いてるんで、このチューンインラジオ紹介しておきますけど、チューンインラジオ等で、FM 鹿島聞けるようになりますので、スマホからでも聞けるというふうになっております。ぜひとも、月曜日の朝は7時30分から9時まで、皆さんのね、通勤、通学の時間かと思います。その時間に、こちら、つないでいただいて、スマホでぜひとも鹿島アリの情報番組聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。ぜひともよろしくお願いいたします。またね、詳細については概要欄に貼っておきますので、ぜひともそちらご覧ください。はい、ということでお知らせでございました。来週月曜日から鹿島アリ頑張っていきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回おつまわり。